いや、なかなかね、商人が家宝とか持ってきてくれないんですよね。まあ、これまでで散々買って与えてきたんで、もうないのかな。だから結構忠誠が心配なところもあるんですよね。でも第一陣の部隊でもなかなか進めている感じはする。まだまだ兵力はありますからね。さあ、安楽さんと交戦開始。ならば撃ち抜け。彼に安らかな眠りを与えてくれよ。春間さん、奥義戦持ちいたかなって思ってわざわざね、一部隊だけ向かわせたんですけどもね。我らが攻めに耐えきれるか。この攻め生きれまい。まあ普通に攻撃しているだけかな。これで撃ち取ったらすごい。撃ち取ったらね、春間さんすごい。引くぞ。ああ、ダメか。期待通りではにはいかなかったかな。春間さん、兵糧は持っているからな。でも中津の方を攻めれば多分この辺からわらわら出てくるんだろうな。それを考えれば素直に関門海峡を渡っていった方がいい。一旦山口まで引こう。こっちはもう串崎城まで到達している。この一撃に魂を込めよう。おお、ここで兵糧切れか。だいぶ固まってしまっているんだ。じゃあちょっと前進。島津、なんか静かですね。南の方からちょっと部隊が来ているぐらいか。この一撃に魂を込めよ。もうちょっと激しい抵抗を期待していたが、二度の大合戦で大部隊は消失してしまったか。さあ、そうこうしているうちに側面から今川義元攻撃。サムタたちを破った。で、串崎に取り付く。お助けいたします。ならば難なく関門海峡は渡れそうだ。ごめん、ね、ならばもうこのままやっていきましょう。あとは大体ね、落としていくだけですからね。敵将捕獲しました。串崎陥落。じゃあこっちは小倉で、お任せを。まあざっくり選んでいくんですけども、この辺は中津行ってみるかな。こっちの3部隊は小倉につけよう。そっちは北九州の方を攻めてもらおう。海宝さん、兵糧切れか。あ、ここね、やっぱり固まってしまって、だいぶ固まっているな。信長さんも今吉田郡山でのんびりしているからな。そろそろ出した方がいいかな。信孝はもうだいぶボロボロになっている。この戦、我らの勝ちだ。騎乗する。包囲します。お、機長さん、あっさり取り付く。まあこれだけ大部隊がいれば落とすのも良いか。ならば次は落としやすさでいうと高取山かな。立場ね、まあ硬いもんな。耐久急戦。あ、しかも島津義弘がいる。これは手強い。出陣するぞ。ならば義元を足止めできるか。この第一陣の舞台でどこまで攻めることができるか。高取山は川上さん。だが2方向から攻めていく。どうした？赤い早雲。あ、さらに鍋島さん。あ、吉久もいる。ついに大名自ら来るか。中津を守りに来る。待機せよ。我に続け。上陸はさせまいと攻めてくるか。ご命令ください。報告いたします。まあパパッと行くつもりなんで、ある程度落としてから武将を入れていこうか。
制いたす。おや、義弘君出てこないかな。舞台はだいぶ持っている気がするんで救援に来るかなって思うんですが、じゃあ小倉の方は、お、山田有信打ち取ったり、さすがだ武田家。じゃあどうしようか、こっちの舞台3部隊は橘山につけて、かしこまりました。後ろの2部隊は中津、雪のりはまだ兵力は1万8000持っている。これならばまだまだ活躍は期待できる。出陣するぞ敵将。捕らえた、助立ちいたしますぞ。じゃあそろそろおダッチ出していこうか。元地かどうしようかな。使っていきたい気持ちもあるんですけどもね。三段打ち、黒田節は乱戦強化と混乱、守備力上げていきたいな。ならば毛利、星ちゃんと、あとは防御デバフ書きたいな。これで進軍、ここが貴様らの地獄よ。お助けいたします。出陣するぞ。島津義久は敗走していたか。敵将捕らえた。で高取山が落ちたならば、今度は秋月の城。承知いたしました。秋月城も耐久高いんですよね。待機しろ。この辺木谷あたりからこうやってね、こうやってなんかこう防衛ラインっていう感じがしますよね。兵は6300持っていたか鬼島津よ。かしこまりました。我らも加勢しますぞ。だが正面から突破していきますよ。天野さんは、おっと、秋月城素通り。ならば浮田直家を一旦ここ、筑前朝倉こう回らせて、秋月状況に応じて足止め役に使おう。戦場へとかける出陣します。あ、義弘再出撃か。6000でももうだいぶダメージ食らっているんですね。ご命令ください。報告いたします。てか一月経つのが早いね、ほんと。まあ、これだけ部隊がいるならば黒人種の怪獣もそこまで考えなくてもいいかな。彼は村中にいるんだ。パパッと落としていくならば内通かけておくか。で機長さんと、お、島津俊久。いや、だが機長さんが混乱している。敵将捕獲した。我が道を阻むなら。おや、まあ橘山案外簡単に落ちたものだ。とりあえずは内通もしているんで一旦橘山に置いとこう。かしこまりました。承知いたしました。中津はもうちょいですが、なんか来ているな。今度は家久か。かまりました。とりあえずゴンロクが兵力は少ないが、モグラ攻めが使える。とはいえ援軍として山形先生がやってくる。ここで行ったらこういけるかな。承知いたしました。さ、佐久間くんはどうしようもないか。とすればこっちももういいかな。一旦モグラ攻めは中止。あとは山形先生に任せましょう。いけるな。参るぞ。我が道を開けよ。引け。回送運配送。都市へ突っ込んでいこうとするな。お任せください。
これでこう来ました。あとはこの門を破る。敵城門突破しました。これで、お、来たな、イエシサ、ちょうどいいぞ。ならば落とさせていただきましょう。吸収、多分この辺で遊んでいる部隊が多分交戦するかもしれない。よし、陥落。分身の攻め、耐えきれまい。ふう、イエヒサはなんかかわいそうだな。でもトシヒサかイエヒサあたりは捕獲するとすぐでこっちに、ね、ついてくれるんですよね。じゃあこっちはキツキ、キツキまで行けるならばこっちの部隊を動かしてもいいかな。どうせ着くまでに2ヶ月ぐらいかかるから。いや、府内買った、1万まで強化しているか。あんまりね、コンピューターとか、ね、城を強化するイメージがないんですけれどもね。出るぞ。我が戦お見せしましょう。加勢いたす。原田さん、内通まだかな。吉弘にバレているのかな。1ヶ月、意外と短いな。ならばすぐに攻めよう。お任せください。守るは吉弘か、常雲先生ではないんですね。加勢いたす。吉高頑張るな。先月の終始です。多分須江さんが頑張っているんだろうな。かっこ意味深。加勢いたしますぞ。吉弘ごめんね、なんか。じゃあまっちゃん南に行こう。岩屋城は包囲で落とさせてもらいますよ。なんで黒人衆こっち向いているんだろう。なんかいろいろおかしいことになっているな。敵将捕らえたり。我が道を開けよ。意外とキツキが手っ取り早く落ちた。兵糧も補給させておいて、いよいよ府内攻略。かしこまりました。かしこまりました。ユジさんっていうのかな。顔の割には、あ、なんかこうの、あ、いや、か、あ、顔通りの能力ですね。地防25か、都の城ね。ユジ貞時、ちょっと気になるな。伊藤の家臣か。耳川で大友軍に大敗、勢いに乗る島津勢に居城を囲まれて自害。まあ大体顔通りのステータスか。敵将捕らえたり。秋月が落ちたが、うまくこの部隊攻撃できるかな。お任せください。あとは伏線の状態で岩屋を陥落させたい。止まれ。よし、なんとか足止めできた。お、さらには野戦名人持ち。強撃を食らってしまったか、残念。さらには野手、まっちゃん素晴らしい。今やったの、多分やったのこっちだろうな。いや、この二人なんか仲悪そうだな。承知しました。まあそれでもうまく連携して逆襲ができた。この攻め、いきれない。いざ尋常に。
言いたいことはそれだけか。ふむ、素晴らしい活躍だ。じゃあこっちは秋月で一旦兵糧補給で、ちょっとややこしいルートを通りますが、こっちに行こう。承知しました。承知いたしました。岩屋城って武将、あーっと、とうとう溶けてしまったか。素直に城攻めをしておくべきだったか。でこっちではユージさんがキイダニに向かってくるんですよね。ずいぶんなくなっていくな。織田の天下はもうすぐだというに。ああ何も持ってきていないか。もう進める。もうそこしか見ていないからな。お、原田さん、ついに討ち取ってしまったか。内通していたんですけれどもね。待機します。鬼佐竹さんが倒してしまった。願っておれば良いものを。敵将捕らえたり。で岩屋が落ちた。岩屋を落としたならば次はこっち。こっちの佐竹さんや、あとは足利義輝はこうやって伊万里まで行こう。お任せください。で次はこちら。ユージさんにとってはキイダニの悲劇になるかもしれない。お任せください。取り掛かります。始めるか。始めろ。ここならばモグラ攻めいけるでしょう。トラというよりか君はキツネか、あとはサケだと思うのだが。城門を破壊しました。我が貴様に生きれるか。ユキノリよくやったぞ。あとは進軍。かしこまりました。門の耐久は高いからな。だが敵の増援がどう来るかですよね。硬いね。ゆきのりくん、なんとか三段打ちを入れたい。終わらせてみせる。お、ダメージがなかなか大きい。敵城門突破しました。これで敵城門を突破。だがこちらには黒人衆がいる。こういう時黒人衆結構邪魔だな。そこを攻撃してしまっているが。お任せください。お任せください。お任せください。ふむ、城は落としてしまうか。ということはユージさんとは戦わなければならない。ふむ、キイダニの悲劇となったのはこちらのようだ。仕方がある前に迎撃していきましょう。いや、だが夜襲に成功、素晴らしいぞ。さすがは宇宙の狐。そしてこの信長が着弾。ブーメランですよ。いや、だが底力を使った。一旦交代しよう。できればここの櫓を使いたい。お任せください。正々堂々勝負しなさい。いくら相手が弱いからといって兵力はなかなかに多い。油断したら隙だらけだ。だが接近してこないな。また底力を使って今度は義昭を狙ってくる。お任せください。混乱させられた仕返しをするか。これが戦の作法よ。まあ、そうでもないか。まあでも矢倉からは射撃はしている様子。退却せよ。
ユージ貞時なかなかこちらを翻弄してくれるわ。だがこれで破った。じゃあこっちの舞台はヒグマ城かな。承知いたしました。日の熊城だったっけな。そっちに行きましょう。おやおや、飛び込んでくる舞台。おっと、地下竹か。出るとするか。力を合わせ戦い抜くのだ。そういうのは万有というのですよ。行きます。すごいね、16倍サーぐらいあるのに攻めてくるんだ。かしこまりました。承知いたしました。まあ、その武勇は褒めてやろう。始めろ。そしてもみくちゃになって消されるがよいわ。これで決まりだ。引くぞ。マゴイチ容赦ないな。おやおや、討ち死にはしなかった様子。ならばこちらの舞台は柳川を攻めましょう。かしこまりました。かしこまりました。直井は交代かな。でこっちはついに舞台が上陸。八須賀家政が先鋒となる。進め。あとはタッキー。お任せください。相手はソーリンちゃんか。お任せください。ごめんね、ちょっとまだ戦国姫5の癖が抜けていない様子。お任せください。かしこまりました。あ、そうそう、そういえばね、あのザ・クルーの雑談ドライブがついに100話を迎えまして、そこでまあ私の実況に臨むにあたって結構ね重要なことをまあ話してはいるんで、まあできればまあ車には興味がない方でもまあ見ていただけると嬉しいです。ソーリンちゃん宣伝に利用されるという。さあこれでどうだ。ならば上杉乗りまさ激励。ノリマサ、それ激励っていうのかな。お、トトキを捕獲した。じゃあこっちはウスキに行きましょう。かしこまりました。府内の方はなかなか防御が固い。さらには兵糧が切れている部隊もいる。行くぞ。勝家ずっといるんだ。かしこまりました。そろそろ交代させてあげないといけないか。ゴンロクさんもちょっと心配だが、黒人衆もモグラ攻めをしてくれる。影虎はどうする。コブかな。防御固いからな。モグラ攻めが成功したからといってどうだろう、勝家敗走しそうな気もするな。行きます。勝家持てよ。これで決めます。急襲を使ってくる。だがこの2部隊を倒せばこの城は落ちる。破壊しました。引け。戦の仕方を教えてやる。やってくれ。よし、なんとか耐え切った。これで府内は落ちたかな。オッケー。耐えきれまい。命にするな。生きるのだ敵将。討ち取ったり。鍋島直重、最上義明によって討ち死にするか。名将が散っていった。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。